はい、トラック概念を簡単に把握したところで、次にですね、いよいよギターを取っていきたいと思います。まずですね、ギターを取るには何をしなくてはいけないかというと、インプットを設定しなくてはいけません。で、そのインプットなんですけども、ここの左部分、ここから調整を行っていくといった形ですね。もしこの左部分が出てない場合は、この一番左下の i ですね、ここを押すことで表示することができると。この部分をですね、インスペクターと呼びますね。今選んでるトラックの情報が左に出てくるといった形で、今ギタートラックを選択して、ここですね、ノーインプットとなっています。ということは、今ギターを弾いたとしても音が一切入ってこないということになります。これはですね、第1回目の環境設定でですね、調整しているものが出てきます。今僕の場合は2チャンネルにギターを挿していますので、ここのモノインプット2というものを選択します。これでですね、もう音が入ってくるといった形となります。あとはこれに対して演奏を行っていくだけなんですけども、ここからは非常に簡単な、音が入ってきたらレコーディングボタンを押します。このようにカウントが入りますので、その後にプレイをすると。そしてこの際に注意しておきたいのが、ここですね、まずループが入っていますと、ちょっとこう違う機能が働いてしまいますので、今は一回取っておきましょう。そしてこのメトロノームマークですね、やはり弾いてるときクリックが欲しいので、こちらをですね、クリックして点灯させておくと。これで完璧かと思いますね。これを聞いてみましょう。バッチリ録音されましたね。今2小節だったんですけども、3小節、4小節と続けてレコーディングは可能となっています。で、最後に注意点なんですけども、今トラサット波形ですよね。少しですね、小さいですよね。なるべく大きめに取っておいた方がですね、後々音質向上にもつながるので、このあたりオーディオインターフェースなんかの原因を調整して進めていくといいと思います。ちょっと原因を高めにしてみました。このようにいらないものはですね、選択してデリート機で消すことができると。こんな感じでしょうか。これで一素材できましたので、次回はですね、これに対しての編集ですよね。コピーしたりペーストしたりして最適化していきましょう。ということで、この動画はこれで終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。